ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日はアムールメゾンの ELDK のお部屋をご紹介させていただきます。まず、こちらは LDK のスペースとなっております。こちらはしっかりとした広さがございますので十分くつろぐことができます。またこちらのお部屋は南向きということもあり、また窓もしっかりと大きいので非常に明るいお部屋となっております。設備の方はエアコンがこのように1台付いておりますので安心して使っていただけます。そしてこちらからバルコニーに出ていただくことができます。バルコニーも広くてしっかりとした広さがございますので、お洗濯物なども十分に干していただけます。そしてこちらのお部屋の防犯面ですが、このようにモニター付きのインターホンが付いております。その下にはリモコンの給湯ボタンが付いておりますので非常に便利に使っていただけます。それでは隣の洋室をご紹介させていただきます。こちらの洋室は十分寝室として使っていただける洋室となっております。収納がたっぷりとございまして、まずこちら開けていただければ押し入れタイプの収納となっております。そしてもう一つ開けていただければクローゼットタイプの収納となっておりますので、入れるものに合わせて選んでいただけます。もちろんお部屋の方はこのように間仕切りで、先ほどのリビングとはしっかりと区切ることができます。それではリビングを挟んでもう一つ、お部屋をご紹介させていただきます。はい、こちらのお部屋の方も非常に窓が大きくて明るいお部屋となっております。先ほどのお部屋と一緒でこちらにも大きな収納がついております。こちらはですね、かなり奥行きのあるクローゼットとなっておりますので、服などもしっかりとかけていただくことができます。それではキッチンをご紹介させていただきます。キッチンは人気のカウンターキッチンとなっておりまして、非常に開放感のあるキッチンとなっております。コンロはですね、3口の IH コンロがついているシステムキッチンとなっております。収納の方もこのように引き出しを開けていただければたくさん物を入れることができます。もちろん冷蔵庫などですね、置いていただくスペースも準備しておりますのでご安心ください。それでは、水回りをご紹介させていただきます。水回り、まず洗面所ですね。洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっておりまして、非常におしゃれなものがついております。その横には洗濯機を置いていただいて、上の方には洗剤などを置いていただくようにこのように棚が作ってあります。そしてお風呂も非常におしゃれで広々としております。浴室乾燥機などもついておりますので非常に充実した設備となっております。洗面所出たところすぐ開けていただければウォシュレットタイプのお手洗いとなっております。最後は玄関のスペースです。玄関のスペースも非常に十分な広さとなっておりまして、下駄箱の方もしっかりとございます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。